カワセミは、仏法草木カワセミ科カワセミ属に属する鳥。水辺に生息する小鳥。鮮やかな水色の体と長いくちばしが特徴。翡翠、青い宝石。古くは、ソニドリと呼ばれることもある。全長は17センチメートルほどでスズメよりも大きいが、長いくちばしのため体は、スズメほどの大きさ。日本のカワセミ科の中では、最小種となる。 翼会長は約25センチメートル。体重19から40グラム。くちばしが長くて頭が大きく、首、を足は短い。オスのくちばしは黒いが、メスは下のくちばしが赤いのでオスと区別できる。また、若干メスよりオスの方が色鮮やかである。500系新幹線のノースデザインはカワセミのくちばしをモチーフとしている。頭、頬。 背中は青く、頭は、鱗のような模様がある。喉と耳のあたりが白く、胸と腹と目の前後は大色。足は赤い。幼鳥は全体に黒っぽく、光沢が少ない。カワセミの青色は色素によるものではなく、羽毛にある微細構造により、光の加減で青く見える。これを、構造色といい、シャボン玉が様々な色に見えるのと同じ原理。 この美しい外見から、渓流の宝石などと呼ばれる。特に両翼の間から覗く、背中の水色は鮮やかで、光の当たり方によっては緑色にも見える。漢字表記が翡翠と同じなのはこのためである。海岸や川、湖、池などの水辺に生息し、公園の池など都市部にも現れる。古くは、街中でも普通に見られた鳥だったが、高度経済成長期には、 生活排水や工場排水で多くの川が汚れたために都心や街中では見られなくなった。近年、水質改善が進んだ川では東京都心部でも再び見られるようになってきている。川では山蝉よりも下流に生息するが一部では混在する。飛ぶ時は水面近くを早く直線的に飛び、この時にチッツー、通、ー、と鳴き声を上げることが多い。 採事するときは、水辺の石や枝の上から水中に飛び込んで、魚類や水性昆虫をくちばしで捕らえる。エビやカエルなども捕食する。時には、空中でホバリングしながら飛び込むこともある。水中に潜るときは、目からゴーグル状のものを出し水中でも、的確に獲物を捕らえることができる。また、水中に深く潜るときは一旦高く飛び上がってから、潜る個体も存在する。 捕獲後は再び石や枝に戻って獲物を加え直し、頭から飲み込む。大きな獲物は足場に数回叩きつけ、骨を砕いてから飲み込む。消化できなかったものはペリットと,として口から吐き出す。窓科膜は地上にいる時でも時々見ることができる。足場は特定の石や枝を使うことが多く、周囲が踏んで白くなっていることが多い。排泄の際は水分の多い糞を 直線上に放出する。繁殖期には、オスがメスへ獲物をプレゼントする、小アジサシと同様な、QIQ 児が見られる。つがいになると、親鳥は垂直な土手に巣穴を作る。最初は垂直の土手に向かって突撃し、足場ができたところでくちばしと足を使って50から90センチメートルほどもある横穴を掘る。穴の一番奥は、膨らんでおり、 ここに3から4個の卵を産む。卵から帰ったヒナは、親鳥から給仕を受けながら成長し、羽毛が生え揃うと巣立ちする。狭い巣穴の中は当然ヒナの糞で汚れるが、ヒナに生えてくる羽毛は鞘を被っており、巣立ちの時まで羽毛が汚れないようになっている。若鳥は、胸の大色と足に、褐色味がある。批判食器は、縄張り意識が強く、一話で行動する。 水上を飛んだり、餌場が見渡せる枝や石の上で休む姿が見られる。川蝉は、川に住む蝉の井で、この蝉は、米の、ソニが、ソビに変化し、それが転じて、蝉となった。その、ソニの、には、土の意味で、ソニから来た。また、禁煙の、赤商瓶などの商瓶も、この、ソニから来た。これらとは別に、室町時代から感銘を取り入れ、 ヒスイとも呼ばれるようになった。カワセミは、それを表す漢字がたくさんある。カワセミ、ヒスイ、ウオク、ミズク、サカナトラ、ウオシ、カワセミなどがあり、カワセミは、セミとは、関係がなく、カワセミの音を当てた漢字。玉ミズク、サカナトラ、ウオシなどの漢字は、カワセミが、巧みに魚を捕らえる様子から来た。ヨーロッパ及び、アフリカ北部から、インド、 東南アジアにかけて分布し、広い分布域の中で、いくつかの亜種に分かれている。暖かい地方では定住するが、高緯度地方のものは冬には暖かい地域に移動する。日本では、アシュカワセミエーベンガレンシスが生息し、北海道でナッツ鳥だが、他の地域では流暢として一年中見ることができる。以下の7亜種に分類される。国際自然保護連合により、 レッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本では1960の70年代に河川の護岸がコンクリート化にされるに伴い土壁の垂直面の巣にできる場所を失い都市周辺で著しく減少した。1980年代に東京都で徐々に見られるようになり90年代には都市部にも戻ってきた。清流のある環境に生息することから 環境汚染のバロメータとされている。1992年度から北海道旭川市で石狩川に架か,かる秋月橋付近に川蝉が巣穴を掘り進むための入り口の穴を開けた五岸ブロックが設置され効果があった。以後、川蝉映像ブロックが日本の各地に設けられた。都市環境に適応して五岸の水抜きパイプの穴を巣に利用することがある。日本では 以下の都道府県により、レッドリストの指定を受けている。渡辺玄隊、柳に、翡翠図江戸時代中期宝石の翡翠はこの鳥の羽の色に由来して名付けられた。漢字の翡翠は川蝉、カワセミ、ヒスどちらとも読める。また、赤商瓶などの商瓶は、カワセミの古語で、これも同じ翡翠を当てる。 火は赤い羽緑は青い羽を刺しているとも、火はオス、緑はメスを刺しているとも言われている。ノリのみや清子内親王が山品鳥類研究所で研究を担当しているのはカワ瀬美である。カワ瀬美に対する思い入れが強く、宮内庁職員文化祭にワ瀬ヨシこの名前で手芸作品を出品したことがある。天野月史のシングル、翡翠の別バージョン、翡翠。 スリムタイプにはカワセミのギミックが使われている。ギリシア神話には一国の国王でもあった夫、ケイユクスを海難事故で失った女性、アルキオーネーが死んだ夫と共に姿をカワセミへと変え、二話でつがいを組んでその後も仲良く暮らし続けたという話が存在する。豊橋総合動植物公園が1987年にカワセミの繁殖賞を受賞した。 日本では多数の市町村で自治体の取りの指定を受けている。は、かつて存在していた自治体。ありがとうございます。